すごい。フリーベースもね。いやいやいや違う違う。僕たちは今30分以上止められています。何？寄らなきゃダメか。だからどうやってるのか。だからやってる雰囲気がない。ないね。食。もう自由に使っていいっていうような。いいね。うん、あなるほどね。子供向けの滑り台とかあるから、ね、子供ってことだね。ここをキャンプ地通す。はい、俺たちもいいよ。ありますけど、なんだろう、結局薪すげえ集まってる。やっぱり癖で集めちゃうね。ね、しかも3時間で集まった。多分1時間かかってないよ。誰かが薪の多い場所を先に散策したりするから誰か。そう。おめえが言ったんだろう。簡単スタミナ丼でーす。今の100均すごいな。俺これだもん。キャプテンスタックさんね、いいもの出してるよ、ほんと。食べるって幸せ。大成功。キャプテンスタックのこいつのいいところは、蓋がその鉄板として使える。
あの精肉店やばいな、うまいな、うん、日本人じゃないのマジかこれじゃないのちょっと面倒使いたかったから言ってそれは明日にしようかね味噌うま味噌もうまいあんまこういうのもないんだけど道の駅閉まっちゃってよかったと思う確かに、うん見つけなかったんだよね、これね。だって、シンジ、だってホルモン屋さんにも引っ張られたもんだったよ。ホルモン的に刺したのかもね。うん。お前、ゾンビになったら一番怖いやつやな。多分一番ひどくやつ。動画ではたくさん、まあ、いろいろキャンプしましたよ。うん、なんかね、ふと思ったんだけどさ。ええ。実は意外とこれ、一番大変だったなって。思えるようなキャンプ何かありましたかねこれやっぱり大変だったななるほどねこれから行く、うん、俺はカシニシアで初めてアウェイキャンプした時ああグランドシート忘れたんだよね俺そうなんですなんでグランドシート持ってこなかったんだよ、まあ、あの一件があったからグランドシートの大切さを身に染みて分かったとなんとか寝れたけどその後ウールブランケット外に出したら吸い込んでってテントの中びしょびしょだよ動画には映ってないけどあれからまた絞ったもんねそうだねで絞ったらすぐ乾くのね確かにあれは大変だったねうん君は大変だったと思うよ私ね辛かったキャンプ実は第 2IH あの時ね僕口には出してなかったけどね僕虫かなり苦手なの、うん、あの時ムカデ大量発生したでしょはいはいムカデも確か銀杯みたいなな, んなら僕の動画でさ、うん、僕のとこからムカデが君のとこにシュルシュルシュルって言ったあの映像あったそう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 、うん、もうね気が気じゃなくてねずっとリラックスできなかったああだいぶ気張ってたそうだいぶ気張ってたまあまあまあ確かにね、うん、ガチやえやからねガチやえだからね、まあ、意外と視聴者からしたら君はまあ見てる人らからしたらあれなめとこじゃないのってこれもそう思ってた、うん、雨とこも確かにきついよそりゃ、うん、けど雨とかってどうしようもないっていうかもうしょうがないなっていう諦めをつくじゃんはいはい、うん、まあそれをもう分かった上で言ってるからねそうそうそうねえなんか安心感がなかなかないもんね苦手ってなるそう一番辛かったキャンプなんだろういつも楽しいからだあれかいやっぱりあの愛媛の角川たくさん人がいたあーあーありがとうあの人がいっぱい多すぎた角川は最高に楽しくなかったあれつらかったねつまんなかった人が多すぎてそう、なんかねあのすごい子供好きよただキャンプ中だけはいや特にソロキャンプ中だけは嫌なの俺いつもなら深夜さんとかちょっと話に行くときあったけど3人とも早く引きこもろうだったそうだよねそんな感じだったあそこは辛かったですあの時だけは辛かったはい では逆にはい一番思い入れのあるキャンプこれ最高だった本当に最高だったまた俺から行くあ、うん、じゃあ俺はね、久々にみんなが集まった笹平の服久々に集まって、さらにみんな初めてのハンモックみたいな感じもう、ハンモック勢揃いの時でね久しぶりだハンモック楽しいって言って植えてたもんね植えてた植えてたね自粛期間が明けてね、うん、あれはしょうがないよねうんなんかわかるわ大使は2つあるんやけど、うん、一番って言うたら、うん角川のジョイントやね初ジョイント初ジョイントそれはなんで快適だったうんもう言うことないもんごめんなさいねあの時ほんと最高だったいろんな意味でそうだろうねうん人はいないしすぐそば温泉でもあと一つ候補があるとしたらねやっぱね雪中キャンプ、ね、ああ雪中楽しかったねあれはねよかった面白かったもう初体験すぎて全部、うん、あれはすごい楽しかった、うんまあ、でもどっちかといえばやっぱ一皮抜けれたりするのかなと思う動画には映ってないけど君がジャンバラヤでアメニティドームで出会って
シンジがまだエルメスのなんかちょっとまだでかすぎる2人用かぐらいだろっていうようなドームテントで一緒に初めてキャンプしたと毎回毎回今日が一番楽しいの。でもその楽しいを与えてくれるのはその最初のきっかけじゃない。だから四万十ぜひね Google マップで四万十キャンプ場って調べてください。その時の写真僕 Google マップに載せてます。はい、ありましたね。あれがあってずっとこう活動2人も活動し始めて1年で様変わり。ただその1回キャンプしたぐらいでさもう連絡してこねえとかじゃないの。お次はどこに行く。速攻言ったもんね。しかもさあのビジネス系だとか結構普段は難しい話する人じゃん僕は、はい、それでもあの気さくにさいいなって言ってくれる君たちがさまた何より君たちが素敵だよ。またキャンプの2人は素敵だよ。幸せはねやっぱみんなで、ね、共有したいね。あコラボお待ちしてます。なんか俺の心からの言葉を宣伝に持っていけなかった。成長したね。ああこういうとこも素晴らしいね。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、2日目ということで、昨日行けなかった場所、まあ空いてなかった場所ということで道の駅までまた行きますよ。で今回の目的は、東亜村のね名物などがありましたらそちらをね購入して楽しみたいということで、俺たち好みのものがあるかどうか楽しみだね。本当楽しみだよ。で今日は温泉入るよ。温泉だね。温泉も入って気持ちよくなってまさに旅だね。旅だね。普通に旅行だもん。楽しんじゃってるもん。439号線内全然違うとこ行きます。シンジいいか、あのナビっちゅうのは所詮ナビだから。ナビしろって言ったもん、うん、君ナビしろって言ってもなかなか反応が遅いから。私がねやっぱねこう車長年運転した中で自分の勘っていうものをやっぱ信じなきゃダメなんだ。勘で進みたいと。そう勘と言いながらもしっかりと標識を持って進んでおりますので、ある程度は大丈夫。不安でしかないよ。君はねナビに頼りすぎだ。感覚、自分の感覚を忘れちゃダメ。ナビに頼ってばっかじゃ旅は面白くないですよ。じゃあナビ切るよ。いややめて。え？キャラ崩壊すんじゃねえよ。天骨キャラ折れてんじゃねえよ。スウェーデントーチ売ってる。ほんまや、スウェーデントーチ売ってる。ウィットケ。美味しかったかい？いいね。いやー、椎茸が甘かった。あのかけご飯の醤油も甘かった。あれで煮込んでるね。うん、味が見てた。だいぶ。美味しかったよ。カレーもうまかったよ。次はどこだい？次？おめえらくせえから温泉入るぞ。目が一番くせえぞ。だから入るんだろ。正直だろ。ちょっと声震えてるぞ。なんだろう、言い返せなかったです。
めてもらった。おやおや、勤務会、僕もさ。あれだ、もう今、ふにゃふにゃさ。欲しいってことなんか。大丈夫。大丈夫。さっき来よって。よし、あとはこのまま帰るだけ。帰るって言っても結局まあキャンプなんだけどね。さあ次は雨キャンプですよ。雨キャンプ歌っていきますよ。快適そうじゃないか。あったかいよ。つまらないな。え？君が快適なんてつまらないな。なんだい？なめとこみたいにあんな事件になってほしいってかい？ちんと快適かい？そこそこ快適だよ。そこそこだってさ。そこそこか。そのたまったやつが今度横のそのサイドループあるよ。こっから横に。ん？なんだよそれは。これね、道の駅で買った四万十に首ったけ。ああ、俺がねやってた、こう文字で、あのこう意味でやってたからね。ちょっと分けてごらんよ、ね。ああ、辛らし味らしい。辛らし味？うん。辛い苦手だけど大丈夫かな。いただきます。あんま美味しそうに見えないけどね、こうやってやったら。フォルム的にね、うん。でも美味しい美味しい。椎茸の、うん、味がね、しっかり。うん。そこまで辛子っぽくないね。ご飯にも合う。これうまいね。うん、美味しいじゃない。今回紹介したのは、この特別純米酒、無添無感のところですね。それではいただきます。今日は車中泊。アルコール感はそこまでないですね。うん、純米酒独特のあの後感の風味がありますね。ただこれは普通に美味しいです。飲みやすくて度数はちょっと高いですけど、扱いにしても美味しいかもしれない。扱いにもこれは冷酒かな。パッケージアプリ。ダバダヒフリ。これ栗焼酎ですね。これも飲んでいきたいと思います。いただきまーす。栗の匂いはないですけど、やっぱ焼酎は度数高いね。栗の味もそんなにしません。ただうん、すごく美味しい。まろやかな香り、個人的には栗の感じはあんまりしなくて、ただこれは割らずでストレート飲んだ方が俺は好みですね。非常に強い雨になってきた。今回の雨キャンプ、いや雨キャンプの予定じゃなかったんだけど、そして神話のところからは非常に多くの雨水が私の足元まで水浸しになっちゃったんですよ。あと少しだった。俺溺れるんちゃうかな。雨すごい ね。どんどん強くなってきてる、ね。そっちぬかるんでないかい？全然ぬかる、あ、周りはぬかるんで。あ、ぬかるんでる。こっちはみんなが寝てる間に2回くらい抵抗が抜けたよ。おお、ぬかるんでるね。リビングスペースは無事。いいかい？もう俺のリビングスペースのところまでほぼ入ってきてるんだ、この水がさ。お、楽しみだね。そしたら今日はもう、今日は車中かな。いいな。はい、音もするよ。お前もか。おやおや、君もかい。そうだよ、だって
斜めに入ってきてんだもん、雨が。ふさぎようがないよ。これは見どころあるかもな。朝起きたら君ら二人いない状態だもん。ほんまな、ここは結構溜まるな。もうね、すげえ溜まってるもん、ここ。水が溜まってる。俺、床で寝てるぞ。いいか、俺死ぬぞ。早い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 。おはようございます。昨夜は無事でした。浸水することなく過ごせました。ただ今朝は風が強い。風速4ぐらいあるそうな。東亜村大正町2泊3日に分けてやってみましたけど、ね、いかがでしたでしょうか。まあ、魅力が、ね、伝わったかどうかなというのはちょっと分かりませんけど、自分らの私たち好みの旅っていうので、もう行き当たりばったりで今日はロケをしました。で、すごい良かったところ、楽しかったところっていうのはやっぱりね、嬉しい、うまかった。そしてですね、いろんなキャンプ場巡ってみましたけれども、最終的に落ち着いたのはリバーパーク驚き。良かったですよ、リバーパークとかも。薪もいっぱいあって、建てれる平坦な場所がいっぱいあるし、テント、ハンモック、そして、ターパーク、全部行く。まあ、若干建物が気になったりとか、公園側の遊具が気になるという方は、ちょっと自分ら好みではないなという方もおるかもしれませんけど、まあ、僕ら好みではありました。というわけで、今回、ご視聴ありがとうございました。まあ、またね、次回好評であれば、また次回同じような。ロケ旅番組系な、そんな感じのね、キャンプのロケをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お世話になりました、リバーパークとどろき。お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうし、ね、さようなら、シンジ。え畑はシンジ卒業します。いやー、春一番の風前。ちょっと個人的に。シエさんの飛んだもんね。飛んだね。俺タープにさ、食べられそうなと思って。2回ぐらいのタープ用のポールに頭ぶつけたね。それからもう君たち助けてっていうか。初めてもんな、助けてっていう声が聞こえたもん。衝動的に体動いちゃった。もう俺おかしくて体力ない。なんかアップハプになったら取ろうぜって話しちゃったり、なんか助けてって言われたら助けなきゃって。やっぱね、私ですね、人命がかかったら人命優先だね。そうだ、うん。まあ俺とリーターはね、元そういう職業だからね。そうなんですよ。そうだよ、やっぱりね、人命には耐えられません。もう助けて言われたら助けるしかないじゃないの。楽しかったね。楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございます。また次回。また次回。